長崎トンネル、長崎自動車道の長崎インターチェンジ、長崎すすき塚インターチェンジ間にあるトンネル。長崎本線の玄川駅、浦上駅間にあるトンネル。長崎トンネルは、長崎県長崎市の長崎自動車道にあるトンネル。現在暫定に車線による共用である。長崎川高校諫早川高校長崎トンネルは、JR 九州長崎本線の玄川駅。 浦上駅の間にある全長6173メートルのトンネル。長崎本線にあるトンネルの中では最も長く、九州にある在来線のトンネルの中でも最も長い。日本鉄道建設公団により主要幹線、浦上線として建設され、1972年10月2日に長崎本線市府経由ルートとともに開通。それまでの長崎本線は、 長与経由のルートのみの存在で時間がかなりかかっていたが、東トンネルを含む、四福経由のルートの開通により、距離が6キロメートル程度短絡され、諫早長崎間の所要時間が特急、かもめで約18分と大幅な時間短縮となった。当初は非電化だったが、1976年6月6日に交流2万ボルトで電化されている。全線単線であるが、 カモメや快速シーサイドライナーなど多くの列車が通るため、トンネル内に、非前三河信号場が設けられている。また、各高校には、長崎水道と書かれたプレートが貼られているほか、長崎側の高校付近ではこのトンネルは、住宅地の地下を通っている。原川駅を出るとすぐにこのトンネルに入る。右カーブの後長い直線区間に入る。しばらくすると、 トンネル港が広くなり、蛍光灯が多数見える区間があるが、そこが、比善三河信号場である。比善三河信号場を過ぎて少しすると、出口まで左カーブが続く。玄川から、浦上側出口までほとんど下り坂になっている。トンネルを出ると、短い上り坂を上って、長与経由の線路と合流し、浦上駅手前まで、単線並列区間となる。 2019年7月11日、九州新幹線の建設に伴う滑水対策で、事業主体の鉄道建設、運輸施設整備支援機構が発注した、ボーリング調査の使作機が、浦上駅側から約2キロメートルの地点で、長崎トンネルを貫通して、走行中のカモメ16号と接触する事故を起こした。負傷者はなかったが、事故車両の調査や、 復旧工事のために5時間半にわたって列車の運行を見合わせた。ネギシセや、石昌線、伊勢線、岡田線、瀬戸線などと、同ランク、掘削機が特急と接触長崎トンネルの天井、突き破る、怪我人なし。西日本新聞。2019年7月15日閲覧。ありがとうございます。